レッツトモリン。あなたが知ってそうで意外と知らない流行を、そうなん、掘って掘って掘り下げる、その名も流行深掘りバラエティ深掘りん。この番組はグリーの提供でお送りします。今週も始まりましたクイズバラエティ深掘り。たまたまぶっかけって卑猥な響きですね。そばにいるよ。テルマ、テルマさん、テルマついていけないですよ。我々が、ごめんなさい。そばチームのゲストは磯野さんが初登場。番組で支給した T シャツそんな風にするの？ダバロだよな。これ味噌の買い取りだからね、これ。これ番組制作費だから、これは。みんな決まりしてるから。こんな誰も来ないよ。めちゃめちゃ清掃に聞こえますね。こういう風に来てほしいな。うどんチームのゲストは、T シャツを脱いだらいいカップ、キッカー舞子さんです。さあ、というわけで、今週もどこかにいる番組の司会者と中継がつながっておりますので、お呼びしましょう。あれ？どこ、これ？どこだろう？新宿かな。メガネ屋さんだ。何これ。何してる。どこ。皆さんこんばんは。司会の中田大吉でございます。似合う。大吉さん似合うな。はい。あっちゃんこんな昔メガネかけてる。ですですです。そうです。はい。今回私もそろそろメガネを買い替えたい。でも時間がない。どうしよう。そうだ。深掘りんだ。ということで、私今週はこちらの岩木メガネさんにお邪魔しております。1932年東京渋谷の道玄坂に岩木メガネさんは誕生しました。世界中から高品質でデザイン性の高いアイウェアをセレクトされておりまして、東京、神奈川、千葉、埼玉に33店舗を展開されております。それではいつもの通り、まなみちゃんお知らせどうぞ。クイズに正解し勝利すると、深掘りん特製金のスコップを贈呈。これを5つ集めるとこちらのプラチナスコップがもらえます。児玉清さんですよね。今なんと児玉清さんですよね。児玉清さん、その通り、結構。ほら、すげえ、すげえ、すげえ。声そっくりやけど顔あんまいいね。いや、でも児玉清さんやろ。あれ、なんか神ある。え、何ですか。何すか。児玉清さん、神くれた。え、え、あ、なんか書いてある。書いてある。行こうか。これはやりますっていう。あ、そう。アタック25で最終問題前のパネルの計算がややこしくて、だんだん投げやりになっていく児玉清。赤の方が最後取りますと赤の方の優勝、白の方が取りますと赤の2枚が白に変わりまして白の逆転勝ち、青の方が取りましても赤のままでしょう、緑の方もとにかく頑張る。それではさ、どうぞ。児玉清や、すごい人生まれてる。じゃあ行くよ。アタック25でその日の出場者を紹介するのを2番目に紹介した人がすごいテンションで来たので、思わずうろたえる児玉清です。では順に出場者の方々をご紹介してまいります。まず赤の山本さんは岡山県からお越しの農業を営んでいるそうです。続いて白の方、おほほほほほ。児玉清が言いそうなフレーズ、アイウェイを作文。あ、アタック25司会の児玉清です。いつものようにオープニングは VTR の問題です。お手つきはありません。どうぞ。海と毒薬などの著者で知られ、熱心なカトリックの信者でもあった作家といえば、遠藤周作。お見事。うわ、マジで？アタック25でありそうな回答のあいう作文、家業ね、これ。か、加藤清正。き、衣笠幸雄さん。く、九十九里浜とお答えいただきたかった。け、ケミストリー、その通り。こ、米騒動。すごい、これだけ。すごい、はい、あれ、なんかちゃうねんけどな、すごいな。食うしかないっすね。ほっかほかのおばけおばえてんだよ。山登って何もあの山の空気でもあれはもうなかった。結果勝てないよ。この後食に厳しい花丸のこだわりが止まらない。その後出てきてないでしょ。それからもう何年経ってますか。バニラが確かに世に出てからホットクリームの
ごいやっぱだから食に関してはもうそう保守的なのね。あでも情けないと思うもん自分も。えじゃああれ暴言しないですか。暴言しないよ。だからさっきも言ったようにもう飛び込みで店入らないですよ。あそこ離サーチするんよね。いやでしかもそのリサーチも、はい、俺あれ嫌いなんですよ。食べログとか食べログ嫌い。ああいうグルナビみたいなやつだってそのどの誰の批評か知らないですよ。確かにそれはおっしゃるとおり。だからやっぱり本当に知り合いの口コミしか信用しないから。はだからもう基本ね制限されますよね。だからもう大体同じとこばっかり言ってますよ。じゃあ例えばその面白みのない男だよ俺は。いやいやそんな別にネガティブな人はないと思うんですけど冒険心がないというかね。例えばその北海どうやって、まあ、北海道でいいですわ。その、うん、例えばご当地例えばあの仙台とか行ったら、うん、ずんだ餅ソフトとかあるじゃないですか、うん、ソフトクリームとか、はいはいはい、それはやっぱバニラ行く派です。絶対バニラです。わあ、おそれすごい今それ何に対して喧嘩なるぐらいの兵でしたけど。いやだから普通ずんだ関係ずんだ関係のずんだ関係の関係。いやずんだに対してじゃないですか。別にずんだに対して言うてはるわけじゃなくその それぐらいの A でした、ね、だってバニラはねいつでも食べれるから、うん、せっかくそこやったらもし万が一チャレンジが失敗したとしてもずんだをここまではいっとかなっていうね、うん、ご当地の絶対にご当地の僕は行くんですよ。あうなぎはバニラ絶対に。あ東京とかで飯行く時とかも今日飯なりくんで今日東京やねんちょっとお互い別々で飯行った時に先輩連れてもらったら一人で行く時もあるんですけど、うん、その時は自分で調べて行くんですよ。どっか、うん、チャレンジ行くんですけど、うんうん、うなぎ行ったらやっぱ吉牛行ってたとか。あ東京の吉牛は違うわみたいな言ってましたけどお前全部の味で確立化されてることでおなじみのチェーンってやつなんかそれが素晴らしいとされてんねんぞお前と。どこでも同じ味を楽しめるからいいことで、はいはい、なんで六本木は違うのお前、はいはいはいあそういう感じは。あ俺でもね結構東京は吉牛とか、はい、マックとか行くんですよ。あ結構行くんですよ。それはそれであれあれで美味しいですもんね。それこそご当地じゃないですか。都会的な食べ物と思うんですよね私。あもう マックご当地なんですか。そうそうそうすごいもうすごいわけわからんこと聞いた。マックはご当地東京で東京グルメそうそうそうワタミとかね東京グルメだと思うよね。いやまあまあそうねで、まあ、従業員が中国人の方とかね。あそうですね。おい来た来た東京だなって思う。いやわけわかんないですけどねもうそのすごいですね。もうマックとかとマックなんか都会的だなと思うんですよ。ご当地の、はい、いやでも俺全然バニラやね。バニラ行きますね。あ僕やっぱそのなんかチャレンジした方がって思っちゃうんですよね。もういや俺でもね基本的になんていうかそのソフトクリームもねそうなんですけどそのなんていうかなもう分かるそういう B 級グルメじゃないけどなんか新しい味を追求するっていやでも結局勝てないんですバニラという横綱には。もうあるぞバニラとチョコ、はい、もうないもんその後出てきてないでしょ。それからもう何年経ちますよバニラが。確かに世に出てからホットクリームの勝てないんですよさんま師匠みたいなもんで。もうずっともうずっと居続けるわけですよバニラ乳牛が死ぬまでもうなんかもう無理なんですよ新しいものをもう牛が絶滅しない限りはそうなんもう無理やもんだからもうだけそれ従った方がいいと思うんですよ俺。だからあんまりその新しいもの新しいものねそういうのはマンゴーとかマンゴーももうそうでもないよやっぱソフトクリームにしてしまうとマンゴー単体で食べるのは超えないじゃないですか。俺やっぱバニラ僕らやっぱそういうなんか無理くり B 級グルメを作っている地区の食べ物はあんまり認めたくない。俺はもうこういうのもテレビで言うのもどうかと思いますよ、ね、いやもう大丈夫。あのご当地アンダセスこの後超人気キャラに大激怒よその声一番にっくき相手のよその声明石家大明神ののんきな悩み相談あらゆる人々の悩みを解決する世にものんきな明石家大明神。さて一体どんなお悩みが。両家高政くん14歳のお悩みです。僕は周りの人より友達が少ないです。どうすれば友達ができますか。それでは明石家大明神かの者の悩みひときを聞こし寄せとかしこみかしこみます。アニメのコスプレしたらいっぱい友達できるんちゃう。30歳でコスプレっちゅうたらちょっと痛い人って思われるかもね。何言っとんねんおっさん。あんたもなええ年して何の格好な着物着とうけど落語家でもないやろ。ちゃんとせえよ。ありがとうございます。